できたかな。あ、映った？映ってる？イエーイ。映ったらしいです。イエーイ。すいません、ちょっと事務所の Wi-Fi が誕生日です。今日3月29日は私の誕生日です。イエーイこれは去年の誕生日に斉藤真希子さんにいただいた誕生日カチューシャです。ありがとう、ありがとう。すごい告知していただきあって皆さん大変集まりがいいですねイエーイ。すごいいっぱいありがとうございます。コメントもたくさん。ツイッターとかインスタとかも見てます。ありがとう。去年の誕生日に写真集が発売されて1年経ったんですよね、あれから。でその1周年を記念してサイン本を発売したんですけど、それも完売したということで。ありがとうございます、嬉しいです。そう、今日は春コンのリハがなくて、本当にこの配信のみ。サイン本買えなかった。早かった完売。あら、髪型かわいい、ありがとう。久しぶりに巻いたかも。誕生日おめでとう、ありがとう。え、そんなに早かったの？ありがとう、嬉しいです。なんかずっとさ、リハーサルしてるからさ、久しぶりにメイクもした。わっ、タワー立ってる。ありがとう、誕生日タワー。誕生日なんでちょっと皆さん可愛くスクショしてください。こっちだった、今日カメラこっちにあるんだった。23。ありがとうございます。誕生日おめでとう、誕生日おめでとう。そう、23歳になりました。皆さん私のね、年齢は分かりやすいので。2023年でしょ今。なので23歳です西暦と同じ。そう、今日きなちゃんいないです。連れてこようか迷った、結構真剣に23歳。イエーイ。ありがとうございます。はい、どうですか、もうみんな集合してるのかな、来れてる人は。はい、まあ去年の誕生日は、まあ、私から皆さんにプレゼントということで写真集を発売させてもらったんですけど、まあいつもね応援してくださってる皆さんのおかげで私は今日もこうやって楽しく誕生日を
迎えられているので、私からも皆さんに今年もプレゼントがあります。そう、だから去年の私からのプレゼントは写真集だったんですけど、今回も実はとっておきプレゼントを、用意してます。はい、いいですかね、発表しちゃって。今日なんかフリップめっちゃあるんで失敗しないように配信したいと思います。最後まで、あの最後までちゃんと発表します。それでは早速いきますかね。まあ今日は誕生日配信ではあるんですけど、まあお知らせ配信なんですよ実は。ということで今回私がお知らせしたいことは誰だろう、私がねお知らせしたいことは、エゴユーナフォースソロライブ決定しました。ソロライブ、ソロライブ、ソロライブ、イエイエイエイ。フォースソロライブが決定しました。もうタイトルが決まってるので、早速フリップで発表していきたいと思います。今回はこちらです。エゴユーナフォースソロライブ恋なんかわかんない子。なんでなんでいるの。はい、恋なんかわかんないので、ねえサプライズゲスト、まだ触れなくていいんですか。別にあ、まだ、はい、タイトル恋なんかわかんない子です。まあ、皆さんがね気になってるのはタイトルじゃないんですよね気になる、会場を発表したいと思います。あ、会場と日にちを発表したいと思います。日付は2023年5月26日金曜日、新宿ブレイズです。新宿ブレイズ2回目の新宿ブレイズ、会場6時開演7時。そうなんです、同じ場所でやります。もう一回新宿嬉しいですね、また一人で帰ってこれるっていうのは嬉しいです。関東です。じゃあ次のフリップに行きたいと思います。2023年6月27日火曜日、名古屋ダイヤモンドウールです。2会場です。イエーイ、急に拍手が来ました、ありがとうございます。会場6時開演7時。今回のフォースライブは2会場行きます。名古屋と東京
まず5月に新宿に行って、6月にダイヤモンドホールに行きます。イエーイ。フリップ芸上手くなってて草って書いてありがとうございます。そうなんですよ、まあ、なんかこうソロライブを今回4回目なんですけど、3回までやらせていただいていて、せっかくこだわって作ったセットリストを1回しかできないのすごいもったいないなってずっと思っていたので、今回は2回以上できて嬉しいです。はい、嬉しいです。皆さん喜んでくださって、まあ、こっからはあのチケットの情報などなど一気にバババンと発表していきますね。はい、チケット料金に関してですが、今回はオールスタンディングになります。5500円、女性児童優先エリアも5500円でもあります。優先エリアがで、入場時に、ドリンク代もいります。整理番号での入場になります。スタンディングだから前回よりだからいっぱい入るってことですよね。前回はあの着席の指定席だったので、今回はスタンディングなので、あの同じ会場にはなるんですけど、いっぱいいっぱい来れます。皆さん そしてチケットの先行受付がなんと、この後始まります早すぎ。 SK ファミリーファンクラブの会員の皆さん先行の、抽選の受付が、もうこの後9時から始まります。いや、私からの誕生日プレゼントなので皆さんもう始まります。今日のうちから始まります。で、4月2日の23時59分までで、結果は4月5日13時から4月8日18時入金、4月5日13時4月9日21時これまたあの詳しくは出るので、そちらをチェックしてほしいです。とりあえず今日から始まるよってことですね。はい、そして SK48 モバイル会員先行受付が4月6日の12時から4月9日の23時59分まで、結果が4月12日13時から4月14日の18時です。入金4月12日13時から4月15日の21時。そして E プラスプレオーダー抽選受付4月12日水曜日12時から4月16日23時59分結果は4月19日13時から4月20日18時入金4月19日13時から4月21日21時そして一般発売が先着になるんですけど4月29日の10時からあります。はい、まあでも早め早めにね皆さん応募していただいて、あ、やっぱりいけるかもってなった時にこれもあります。先着でもうあのチラッととか出てたんですけど、今回のロゴはこれです。可愛い感じです。ピンクです。すごいなんか分かんない子はい。そしてなんとですねあの早速なんですけど、あのグッズもねありまして、じゃん、いつも通り T シャツ、そしてこのロゴのマフラータオルがあります。
なんとこちらの T シャツとタオルに関しましてはこのあと21時から先行販売がスタートします。先行販売は4月今日の21時から4月4日の23時59分までになります。でこの期間に買っていただくと絶対当日にはゲットできるよってやつです。でここがねカミングスーンって書いてあるんですけどこれはまあ後々発表されます。まあ、今回もいつも通り取り下ろしのやつ取り下ろしのやつグッズもねいろいろ販売される予定になっています。こちらのこのカミングスーンゾーンは5月26日の新宿ブレイズの公演日から会場とオンラインショップで販売開始になります。とりあえずこの2つは先行発売があってここは5月26日から販売開始。でも多分絵柄とかは出ますよね。ね、絵柄とかは出ます。でも販売が5月26日からになります。はい、ということでですね、そうなんですよ、もうだから SK ファミリーのやつとこの T シャツタオルの受付がもう9時から始まるんです。皆さんこれです準備良すぎ。こんな感じ、かわいいです。あれあった、もう着てます。現物があります。もう実はゲストで来てくださってる方はこれ買いますか、うん、今日の9時から販売されるのでぜひゲットしてください。皆さんもねぜひお願いします。でもう私からの発表は終わったので、あ、そうだそうだ、で今回のソロライブなんですけど配信がありません。なので皆さん現地に来てください。いつもよりたくさんの方が来れますので来てください。お願いします。そうなの、でも今回はその2会場あるから、まあやっぱ東京にしか行けない、名古屋にしか行けないっていう方いると思うんですけど、なんていうの、どっちに来ても楽しいし、どっちに来ても楽しいのでこれは本当にはい、これを約束します。必ず新宿ブレイズと名古屋のダイヤモンドホールぜひ来てください。まあ、今日はとりあえずこの情報をねお知らせする配信なのでそんな感じになります。またこうおいおいグッズのことだったりいろいろ話していけたらなと思うので今日はこんな感じですね。え、なんで来てくれたんですか？本当に？優しい。優しい。え、ダメなんですか？ダメなの？出るのもダメなんですか？ダメなんだ。
声出すとバンされるのねえ、なんで。でも誰か、誰が来てるかは言っていい？ん？スペシャルゲスト東海ラジオ水吉さんです。え？やば！嬉しい！ありがとうございます。誕生日プレゼント？イエーイ、嬉しい。わざわざ。でも声を出すとバンされるらしいので、皆さん今日は声も顔もちょっとミッキーさんのことをお見せできないんですけど、チョコレートもらいました。イエーイ。嬉しい、嬉しすぎ。やっと。声はいいだろうって書かれてるけど、ダメなんですよね、ショールームのね、いろいろね。スペシャルゲストです。でさっきみつきちさんがそのなんかなんていうんですか、このん、そうブラインドにぶつかってガサガサ言ってましたけど、チョコレート持ってきてくれました。やった。私はこれからも東海ラジオが大好きです呼ばれたらいつでも行きます。やった。キットカット食べていいですか？いい？イエーイ。やっぱ三月さんはチョコ会ですもんね。最高。で東海ラジオでも私3月行けなかったですよね。でも2月に収録して3月に放送されたので、ちょっとそこは4月は行きます私が決まることじゃないけど。4月嬉しい。チョコレートいっぱい。ざっとねお知らせしちゃったのでコメント読みます。やばすぎ、めっちゃいっぱい。なんかしかも三月さんが買ってきてくれるチョコレート、私好きなやつばっかいつも。そこにチョコパイもあって嬉しい。セトリ考え始めてる。セトリはもうね決まってます。決まってます。それがあれですよね、声出し OK です。今回のライブ私 OK なので、そうなんです。だから私ソロライブでコール聞くの初めてだからめっちゃ嬉しい。
新宿は立ち見なの、今回はスタンディングです。ドリンク全部ゆうなちゃんラベルのお水にしません？え、そんなことできるの？マスクはありですもんね。マスクはありです。確かに皆さん、あのゆうなコールだけでいいので、あの予習の心配とかないので、とりあえずゆうなって言っとけば OK なんで。でも基本的になんかコールなくても成立するセットリストには毎回してるので、だからなんか絶対コールしてねっていうあれじゃないんですけど、まあ、ゆうなコール聞けたらいいかなって感じ。おいしい。だから今までさ、ずっとコールなしのなんか想定のセットリストしか作ってこなかったから、絶対コールしてねって言うべきよ。だってなんかさ、まだコール声出しちょっと怖いなって思う人もいるかもしれないでしょ。だからうん、なんか強制じゃないよね。8時半になった。ちょっと待って、食べてから喋る。喋れないのピーツさんが通ってきました。うん、8時半になったところで私からもう一個お知らせがあります。SKE のファンクラブ SK48 ファミリーの中でですね、まあ、今回までなんていうの、前回前々回と裏でメイキング回したりとかしてたんですけど、セカンドの時のメイキングとで、あと新しくそのライブについて撮ったインタビューだったり、そういうのをこう合わせて作った映像が SK48 ファミリーのページで、8時半から公開されました。なのでファンクラブ入ってる方はぜひ見てください。裏側と最近撮ったインタビュー、だから夏の夢の時の裏側などなど、が8時半に公開されました。セカンドということは、まあおいおいサードのやつとか、ちょっとファーストのやつがあのニコ生さんのね、あの配信も入ってたこうライブだったので、ちょっとまだどうなるか分かんないんですけど、公開できたらいいなと思っています。とりあえずセカンドが上がりましたので、この配信が終わったらとかでもいいので、ぜひチェックしてください。
で、あと30分したらこの T シャツとタオルと先行の受付が始まるという盛りだくさんです。はい、え、見学見学なので、ちょっと4月の頭、そして5月の頭は SKE の春コン、5月末は新宿ブレイズ、6月末はダイヤモンドホール、ライブ尽くしです。何見つけてたんですよ、皆さん。そうだからもう月1ライブで、はい、楽しい感じにしましょう。2023年衣装も楽しみ。おお、三月さん昨日オアシスで見かけました。だって今コメント来てますよ。いましたか、本物の三月さんだそうです、皆さん。すごい有名人ですね。みつきちさんの目撃情報。私もオアシスで一度お見かけしたことあります。すごいな、有名人だな、みつきちさんが。明日は春コンのリハ、今日だけ本当にね、本当にこれだけなんです。オアシスのラーメン屋隣になったことあります。めっちゃオアシスいるじゃないですか。そうですよね、近いから。春子のリハ頑張ってね、ありがとう。オアシスいすぎ。皆さん今日何してたんですか？仕事？でも水曜日だもんね。お宅へのプレゼントがすごすぎませんか？いいでしょう。今日普通の配信だと思ってました。
え、これ聞きたいことありますかって聞いたんですよね。あのマネージャーさんが三月さんに聞きたいことありますかって聞いたところ、皆さんに三月さんが聞きたいことがあるみたいです。東海ラジオの好きなところはありますか？聞きたいんだって三月さんが。みんな SKE の番組がたくさんあるところ、放送後の YouTube まで載せてくれるところ、三月さんがいるところ、エリアフリーで聞けるところ、東海ラジオのためにラジコ入ってます。ナイスバッティングのところ、ゆなちゃんにチョコをあげるところ。確かにいっぱいもらってます、チョコレートは。ありがたいですね。誕生日お会いしてくれるところ、嬉しいです。で、ゆうなさんに質問も来てるんですけど、あの三月さんの好きなところと嫌いなところっていうトークテーマが、好きなところはあのお菓子いっぱいくれるところです。お菓子いっぱいくれるところです。三月さんの好きなところ、雪山でスキーの曲踊ってくれるところなんて。見ました、時間がないもん。さすがでした、ありがとうございます。え、嫌いなところ、嫌いなところないな、本当に本当にない。時間がない、うまかったです。時間がない上手だったよね。チョコレート大好き。あの雪山動画マジで好きです、だって好評。あ、そう、今来た方もいるんで、ちょっとテロップに書いとこう。ソロライブしますって。ソロラ、まあ、す、びっくり、あれ、びっくり。ソロライブしますってことだけ今日はあの伝わればいいです。関係ないじゃん、大型は。カラオケ配信と思われそう。え、今日？でも今日喋りたいことは喋れました。あ、今ソロライブ中かと思っちゃう。ソロライブしますだから。あ、なるほどね。ソロライブ。今度ソロライブやるようにしよう。今度どソロロロスるよ。
で今度ソロライブするよ。あ、もう一回宣伝してほしい。5月26日に新宿ブレイズ、6月27日に名古屋のダイヤモンドホールで今度ソロライブするよ。なんか軽い。ミラーボールが来てすごい嬉しいですね。2会場ってやっぱり このあと9時からファンクラブの先行の受付が始まります。カラコンじゃないです、裸眼です。裸眼じゃない、裸眼じゃないけどカラコンじゃないです、透明です。ネイル見せて。はい、ファンクラブから案内メール来てた。ファンクラブからお願いします。きなこさんはゲストで現れますか。きなこさんいいのかな。なに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 、あーみたいなかわいい。ハッピーバースデートゥーユー。やった。イエーイ。やった。マネージャーにめっちゃ引き伸ばしてもらったんだけど、長いなと思ってた。え、なんかすごい、なんかまだ喋ってくださいって。もうちょっとおしゃべりしてくださいって言われて。かわいい。やった。きなちゃん。あ、わかる？うん、わかる？やっためっちゃケーキ屋さんに写真見せて、きなこさんクリーム色にしてくださいって、あ、それ、おはようございます。やったおめでとう。嬉しい、今年もお祝いしてくれました。犬ついてます。イエーイ、かわいい。リハーサル終わりのマキコさんです。やばいそう、マキコさんはね、ちょっと急いで来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。やった。存在に感謝。なんかマキコさんがこう LINE くれて、お誕生日急いで座ってください。いい、そんな。お、うん。存在に感謝みたいな。なんか生まれてきてくれてありがとうみたいな。すごいなんかね、すごいメッセージいただいたんで、私も合格してくれてありがとうって。あと私今日そうなんですよ。皆さん、マイコさんは今日SK に入って、SK 入って14年目になりました。今日秋元先生が私をご報告させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、みんなも今大阪から名古屋、大阪から名古屋、絶対受かると思ってきてる。よかった。ありがとうございます。おめでとうございます。そう、そんな14周年を記念して、私もこの後21時から配信しようと思ってるので、ぜひよかったらこの後このままこの人数に向かっていきます。行く？行ってくれる？はい、ぜひ来てください。はい、で、これでしょ？おめでとう。そう、はい。あ、なんかすごい優しい先輩が、はい、フォースライブ、はい、誰なんかわかんない子、さっきそれもこっち何回も告知してんの見た。時間の限り何回もさせられてんだなと思って。なんかだって時間ありすぎて、なんか見つけさんが質問来ました。質問来た。東海ラジオの好きなところ教えてくださいって。でも本当あれだよね、あの社内がいいよね。社内がいいよね、うん、なんか局長さんとかにも挨拶に行かせてくれる、うん、優しいアットホームでいいラジオ。関係ないでしょ別にこれと、うん、関係ない。しかもなんか三木さんの声出すとバンされるから。あ、ダメなんだ。あ、そっかそっか、みんなダメ。そっかそっか、そう、はい、21時から。これも可愛いね。ありがとうございます。可愛い、またいろんなこだわりの詰まった
逆誕生日プレゼントだね、みんなに。そうです。宣伝してくれてありがとうございます。いいんですよ。はい、オーナー26、27、ね、この私ラジオが土曜日にあるから26。違います、これはマキコさんの前夜祭、マキコの誕生日を祝うライブだから。あ、27ね、ほんとだ、ダイヤモンドホールで。ダイヤモンドホールで、あの、斎藤真紀子生誕祭。あ、ここ？はい、前夜祭、前夜祭で、真紀子さんの誕生日で。あ、すごい、はい、ありがとうございます。1曲目だとか、涙サプライズで。優しいな、涙サプライズ。今日は超涙サプライズで。ハッピーバースデー、真紀子ってやるんで、皆さん、楽しみにしてください。前夜祭らしい、はい、前夜祭です。内容変わってる。まあまあまあ、いろいろね、お楽しみに、まだまだ先なので、はい、楽しみにしててください。はい、ほんな、切ったら、切ない、あの、切ったらね。え、めっちゃお菓子もらってんじゃん。もらってみて、クソタイム欲しいんじゃない。あ、え、これ去年の、え、そう。これ去年私、去年、マキコさんからもらったこのカチューシャを、うん、あの、一昨年、マキコさんからもらった、うん、あの、なんかピンクのこういう人形、はいはいはい、がずっとこれつけてたんですけど。あ、そっかそっか、それ持ってきました、お家から。かわいい、かわいい、かわいいですね、はい、すごい、きなちゃん いる。きなちゃんは食べれないけど。え、でも本当にちゃんと犬だけクリーム色になってる。かわいい。あ、いいんじゃないですか。はい、かわいい、締めです。まあ、締めて。はい、皆さん、23歳の私もよろしくお願いします。そして、はい、ソロライブ、フォーストロライブが決まったので、ぜひ名古屋と東京遊びに来てください。待ってます。いい1年にします。じゃあみんな最後に声合わせていきますよ、はい、せーの、エゴちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。楽しい1年にしてください。しましょう。スペシャルゲストは水木一さんと真紀子さんでした。皆さん10分後に、あと私がね、真紀子さんも始まりますので、真紀子さんの配信と、あの、このチケットの申し込みとグッズの申し込みも始まりますので、9時から。あ、じゃあそれ合わせて、はい、皆さんよろしくお願いします。バイバーイ。はい、絶対早いから、エゴちゃん。なんで？いつも切るの早いんだって。バイバーイ。まだ？もういい？